新聞の山田です。衆議院で安保法制と、そのあとまだ5回、1ヶ月間残ってますけれども、どういった論点を、追求していこうというふうに考えでしょうか。まあ、9月までありますから、じっくりしっかりやっていきたいと思っております。特に、安保法制はまだ前半を折り返しただけですからね、昨日も幹部間で話し合いをしましたが、まあ、軍事会長、畑幹事長、新葉国対委員長を中心に、しっかりとした論戦を張って廃案に追い込んでいきたいということだと思います。それから新国立競技場の問題はやっぱりなぜこういう経緯をたどってしまったのか、昨日我が党でヒアリングをしてもですね、文科省も全くその経緯がわからないということで、無責任体制の象徴のような状態で、額が積み上がって、それがいつの間にかその規制路線のようになってしまったと、まあ、このプロセスをちゃんと検証しないとですね、これはオリンピックだからこうやるんじゃなくて、公共事業を含めて我が国の行政の、まあ、一時が万事の一時になる可能性が高いと思うんですね。そういう点ではこれをやっぱり予算委員会や所管委員会で徹底的に検証するということが第2点、さらに来週からですね、ハワイで TPP 交渉ありますので、これはやはり非常に重要な会議になると思います。予算委員会を中心にですね、これはほぼすべての委員会にまたがってきますので、ここでの話し合いの中身次第においては、やっぱり徹底した集中審議を予算委員会で求めて いかなければならないと思います。まあ、さらに、まあ、これ以上言うと多分記事にはほとんどならないんですけど、戦後70年の談話がございますから、まあ、これもどういう形で出てくるか、またどういう、思想的、歴史的認識の背景を持ってその談話を出したかということは国民の皆さんもじっくり聞きたいと思っているでしょうから、そういうことを審議を国会の中でやっていかなければならないと思います。はい、私は政府も自民党も誤解をしているのは、前のオリンピックや高度成長期はそういうビッグイベントをやるんなら、シャニムに新しい道路をつけても予算もつけても国立競技場もどんなに立派なものでも世界に恥ずかしくないものっていうふうに、それは高度成長時代の昭和の日本だと思うんですよ。今の東京都民も被災地の皆さんもオリンピックだからといって、そんなまあ、それに間に合うようなハリボテ的なね、街づくりをやるとかね、それに間に合うような、また世界に誇るようなね、莫大なお金を使って巨大なものを作るとかっていうことをね、もう成熟した日本社会で、今の時代ね、望んでる人ってほとんどいないと思いますよ。そういう意味では、あの場所というのは、明治神宮があってその外苑として、長い長い我が国の歴史的な場所です。学徒出陣もありましたし、暗い時代の象徴でもあったし、同時に戦後復興の象徴のオリンピックも行われたと。私はそういう意味で言うと、何か実は最初の安藤さんのこの間会見を聞いてなるほどと思いながらも違和感があったのは、圧倒的なデザインと未来につながる何ていうか、その迫力が他を圧してたと。それは未来志向のそういう考えで決めるのもいいんですけど、やっぱり過去はあそこの場所がどんな場所で、神宮のその外苑というのは我が国、特に東京にとってどれぐらいこう大事なところかということを分かったら、それにこの馴染む
デザインや国立競技場であるべきだと思います。まあ、国立であるのがいいのかどうかも別にしてね。でそういうことでできるだけやっぱり経費を削減すると同時にシンプルでそしてエコで、今のこの国民の皆さんの感覚にちゃんとフィットするものを作られたらいいんじゃないかと思うんですね。そのことが結果的には無駄遣いにならなくて、そうしたその被災地が持っているその自分たちのところの復興の仕事を後回しにして東京のオリンピックのことなら何でもやるのかというふうな疑心暗鬼というかね、不信感を払拭することになるんじゃないでしょうか。安保法制の集団的自衛権の行使は認めないということが結論ですから、今の自民党の法案に対する対案を出すということではないと思います。そういう意味で我が党の考え方をあらゆる形で表すことは大事だと思いますけれども、法案の成立に手を貸すような手法として、出すことはありえないと思います。あくまで廃案を目指すわけだから、我が党の考え方はいろんな考え方として出すことはいいし、それを結果として要約したものを出すのか、また国会戦術上そういうことが廃案につながるっていうんだったら法案で出してもいいんだけども、何かそれがないってマスコミが批判するから出さないといけないみたいなことではないんですよ。対案を出した政党の支持率上がってるんですか。この法案って憲法違反だって言ってるんだから、そういうことに関して言えば、あえて言えば、大人の対応をちゃんとして廃案に追い込むためにどうするかということの一つの引き出しとしては、そういう準備はしておいてくれということです。世間の支持率と不支持率に逆転している状況があるんですけれども、まあ、その原因を第一としてはどのように打ち出されているかというお話と、また今、対案出した政党が必ずしも支持率は上がっていないというお話もありましたが、民主党の現状の支持率というのはどのようにご覧になっているんでしょうか。まあ、やっぱり自民党も安倍さんも嫌悪感を持たれ始めたということだと思いますよね。丁寧な質問が必要だっていうんで、いろんな番組にお出になってらっしゃるようだけど、その説明がまた分かりにくいですよね。隣の家の火事と集団的自衛権の問題を、自衛隊のその出動、まあ、いわば戦闘行為を同じ例に例えて説明するその感覚がちょっと私は疑うんだけども、まあ以前から言うようにね、どうしてもそれが必要だっていう具体例をちゃんと提示できないから、国民の皆さんも関心も高いし、これは説得力が欠けるなと思ってるわけだから、多分参議院でもいくらやってもこの法案に対する理解は進まないと思いますよ。そういう意味で、国民が反対する、そしてまた日本の戦後のね道を大きく踏み外す法案を無理やり通そうとするんだから、それは支持率下がると思いますよ。で、民主党については、まあ、消えた年金の時も何もかもそうなんですけど、私はまあ結党以来、もっと言えば先駆けからいたから、2% や 3% の時から低い政党支持率にいましたけども、世論調査の傾向っていうのは、そんなに一喜一憂するものではないです。ただ、政党の支持率だけ見ると、大体、
自民党の支持率がどんと下がったら、最初に無党派、支持なし層がどんと上がるんですね。つまりそこのところに一度戻った方々が、本当に選挙の時にどっと民主党に流れた時に民主党というのは圧勝してるんですね。だから固定的な支持率は、下がってはほとんどいないんだけども、そう根強い何て言いますか、回復力が日本の場合残念ながら55年体制の時もですね、社会党や民社党やそれから新進党もそうなんですけど、誤するような支持率で推移することってほとんどないですよ、与党と。しかし誤するような自民党と誤するような支持率で推移はしてないけども、新進党も参議院で圧勝したりですね、自民党も例えば岡田代表の時に2002年かなんかの参議院の時も圧勝しましたけど、ほとんどそれは安倍さんの時もそうですけど、選挙直前までの支持率はこんなもので、しかし始まった時にやっぱりそれだけ大きく山が動くのは、逆に言うと無党派が非常に多い国だということだと思うんですよね。だから固定的に何が何でも自民党っていう人も、何が何でも民主党っていう人も基本的にやっぱり少ないんですよね。そういうところっていうのはイギリスやアメリカと違うんでしょう。だから選挙も大きく揺れるわけですね。解説をしている記者会見というよりこれ解説になっちゃって申し訳ないんだけど、イギリスはね、どんなことがあったってレーバー、どんなことがあってもコンサーバティブっていう、まず固定的な人がもう 7,8 割で、残りの 2,3 割が例えばその時の時代背景でこうガッと動くわけだけど、日本の場合は支持政党をしっかり持っている人ってのは多分国民の中の3割から4割だと思うんですよ。残りの方々ってのはほとんどもうなんていうか、もっと言えば政党不信に近いようなところがありますからね。だからそういう点では私たちも宿題を大きく課題持ってるわけですね。根付かないっていう、根付いていかない、行かせられない。一方で実は自民党もそうなんですよね。固い固定層を持ってる公明党や共産党の皆さんも 3-4% ですからね。そういう意味じゃやっぱり日本は不幸なんだけど、やっぱり政治に対して忌避する意識っていうのは社会にあって、どうでしょうか。そういうところをやっぱりどうやって払拭して二大政党を作って、長い間親子何代で例えば何とか党というようなですね、そういう風土を作っていくために小選挙区導入したんだから、お互いそういう意味ではそういう、なんか政界がくっついたり離れたり、皆さんもですね、誰と誰が飲んだり食ったりして集まって何言ったかなんて、こんなことばっかり取材するんじゃなくて、やっぱりそれ定着をしていく、こう政党政治はどうやって導き出していくのかっていうことを考えたらいいんじゃないかなと思います。今日はちょっと答弁が長いな。毎日新聞佐藤と申しますが、参議の安保特区の審議についてお伺いしたいんですけれども、衆院段階では与党野党の質疑時間の配分が1対9程度でしたが、最近その参院の質疑にあたって与党側からもう少し質疑の時間を増やすべきだというような趣旨の発言が相次いでおります。代理からご覧になられて、その国民に対して分かりやすく論点を提示する観点からは、どのぐらいの配分時間の割合が妥当とお考えでしょうか。参議で決めることですか。でも例えばあれ、衆議院でも参考人質疑で今津さんなんか変な例え出して参考人に笑われたりしたこともあったから、やっぱ質問すればいいと思うんじゃないよね。総理自らね、テレビ出て、フジテレビかなんかですか、なんか漫画家の方に失笑を受けてたけど、出れば時間を取れば理解が深まるっていうふうに考えてるのは、まあ、なんかどうかなと思いますよね。筋が悪いんだと思いますよ、この法案。まあ、それだけでも参議院にお任せします。はい、何かありますか。はい、どうぞ。